すべての都道府県について5月31日までの緊急事態措置の延長することを,を諮問させていいいたただきたいというふうに思います。先ほどまで開かれた諮問委員会では全国に発出されている緊急事態宣言の延長のほか東京や大阪などを指定した特定警戒都道府県を維持する方針が了承されました。 一方、特定警戒都道府県以外では一部の事業を再開するなど自粛要請を緩和する議論も行われました。会議で決定された方針を踏まえて、この後夕方に開かれる対策本部で最終決定されます。